はいどうも、アバンティーズのソラチーとツルメです。というわけで、ね、今日はね、はい、渋谷に来ているんですけれども、はい、最近、うん、YouTuber って言ったら、うん、髪色が派手なイメージあるじゃないですか。その中でも一番多いのって赤髪じゃないですかね。なんならうちのメンバーにも赤髪いるしね。で、お気づきの通り僕はね、赤髪に染めたんですよ。なんで染めたかと言いますと、こちらです。ベベン。今回はね、世の中に溢れ返った赤髪の YouTuber の中で誰が一番赤髪が似合っててイケてるのかっていうのをね、なるほど、街頭インタビューで検証していきたいと思います。エントリーした YouTuber をちょっと紹介したいと思うんですけども、1番キッタンボーイズのモーリー、2番が我らがアバンティーズのエイジ、3番がエゴダイアリーのサグア、で4番がオルタナチャンネルの内藤、5番が、まあ、我らがアバンティーズのソラチ神で、6番は6面ステーションの6面ってルールなんですけれども、それぞれ票が入った時点でシールを貼っていきます。なるほど。で、10ポイント入ったらその方が優勝。これですか。よし、おっ、来た、ありがとうございます。はいはい、ぐらいレッドヘア、おっ、ディス、いやぁ、おわーし、 Thank you Thank you Thank you というわけで、じゃあ次行きます。ここまからですけど、今こういう企画をやってまして、モーリー一票モーリー一票でーじょー、ありがとうございます。ありがとうございます。おおお、ありがとうございます。1、2、3、あそこのインタビューしてる YouTuber にインタビューしてみましょう。これじゃ何なの、 YouTuber だろ。そうなんです。何番、4番じゃないですか。4番、お、4番、お、内藤。僕は6番。6番、お、お、6面レイヤーのことを結構聞いてるんだ。そうなんだ。そうそうそう、理想の理想のスペースは年上と下でしょ。あ、年上と下、年上ですね。年上どんなとこがいいですか。なんか面倒見がいい方がいいかなって。これは完全にアンケートしないんですね。え、うちも決まってるんだけど。おぉ、え、4番ちょっと待って、え、なんで迷うことなくない。迷うことなくない迷うことなくないって、なんか他の人に失礼じゃない。おぉ、うわ、え、内藤無双。この中で一番赤髪が似合ってるのは誰だっていう。サグア君。早くね。誰、知ってんの。うち YouTube 大好きだもん。早くなって。え、この人が一番かっこいい。おお、これ絶対見てるから、ちょっとサグアに何か一言くれも、あげ、あげてもらっていいですか。サグアに一言なんか。ここのね、ここの、あの固定概念は捨てて、はいはい、これを見た中で一番誰が赤髪似合ってるのかっていうのを。おっ、5は2票。ちなみにこれ僕なんですよね。あ、そうなんですか。いや、そこ聞け。4、やばい、内藤リーチ。4番、2人、率直に。ほっ、3番、サグア。福岡から来た3人組にちょっと声かけたんですけど、まあやっぱサグア。おお、サグア、サグア君が。おお、いやー、ちょっとここまで来たらやっぱり、いや、サグアちょっとサグアに大量票を入れて、サグアが今一気に追い上げをしてますね。5票止めていきましょう。原宿でイヤホイテン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 。あー、いつも写真もな、ビールがあるんですか。結構考えてくれる。これ、これやろ。うわー、うわー。ってことで今これ10票入ったら優勝なんですよ。はい、ってことで優勝は4番。イエーイ、イエーイ。あ、じゃあ、はい、一番似合ってないの。じゃあ、そうだ、一番似合ってないのこれ、これ、これ。しっかりクレープ買ってますね、彼。何のクレープを買ったのかがすごい気になる。多分バナナ。チョコ、バナナチョコ。チョコバナナ。すごい楽しそうな顔、楽しみそうな顔で見てます。